今週のヒューマンウォッチャーは卓球伊藤美誠。8ヶ月ぶりに動き出した国際大会。しかしこれから自分たちがどう過ごしていくのかも本当に分からなくて、普段とは全く違う困難続きの中国遠征。その舞台裏にカメラが迫った。今回は特に命がけで中国に来たかな。